イエーイ、トラストの直也とマニューでーす。イエーイ、はい、ですね、今回はですね、ですね、はい、10月にやる、はい、ハロウィンの曲ですね。お、ハロウィンパーティー、イエーイ、ふさわしい曲、そして振り付けなんですね。振り付け作っちゃいました。みんなでお化けになっちゃってください。イエーイ。でですね、この曲なんですけど、ハイテンポでしかも振りも難しいんでね、あの前やったピンキーリンクのあれですね、凌駕した。そうですね、さらに進化バージョンの、これこそまさにトラストだみたいな、これがトラストだ。いや、ピンキーリンク5分で覚えたっていうのもね、そうだね、思ったから、それやったらちょっとな、お前覚えた早いね、ちょっと難しいの作るでみたいな、そういう感じの。だよな、もう30分かかっても覚えられへんぐらい。ほんとだよね、ちょっと難しいから、ちょっと覚えた。再生回数5万回超えるか、お前そら、再生回数増やして。ああ、はい、まず、いつもと違って、はい、イントロ、はい、とサビにですね、はい、難しい振りがあるんですね、はい、まあ、ですね、はい、あるんですけども、まあ、それですね、ちょっと細かくですね、はい、今回はやるんで、はい、じゃあね、じゃあイントロから、はい、行きましょう、いきましょう。はい、じゃあまずね、今からあれやん、振りをやるんで覚えてください。まず両手出します。そしたら内側へ一回外へ出す。そしたらぐるーんで手をお化けにする。お化けにしたら右戻す、左戻す、右手左手、ぐるーんパンパン。そしたらこれで一回しになるんだけど、この一回しをまずは上手向いて、はい、まず手を広げて内側外側、うちへぐるんと回して、お化け右左右手左手、ぐるーんパンパン。今度は下手向いて内側外側、ぐるーんお化け右左右手左手、ぐるーんパンパン。これでイントロが1回ですね。はい、で、これをまあイントロで繰り返してもらって、まああとはこの後に流れる曲を聴いて覚えてもらえたらと思います。次、サビ、サビいくで、奈良さん、はい、サビいくで、サビいくで、難しいからよく見とけよ。サビ俺らも大変や苦戦するだ、苦戦するで。ではまず右手を目の前へ引く、ぐるーん、こめかみに銃を打ちつける、 OK。 そしたら今度は左手目の前に出して引いて、ぐるーん、こめかみ、 OK。 そしたら次はパシャ、写真やで、反対。そしたら10バキューン、で、ぐるーん、右手引く、ぐるーん、こめかみ、左手引く、ぐるーん、こめかみ。そしたら、こっからまた変わるからな。オッケー、直也くん、はい、オッケー、はい、オッケー、はい、右手左手、10を作んね。で、作った。そしたらバキュンやんな、バキュンやん、バキュン、はい。そしてパンパン、2回パンパン、 OK、 覚えた。じゃあもう一回サビだけ、じゃあゆっくりやってみましょうか。はい、そやな、右手引く、ぐるーん、こめかみ、左手引く、ぐるーん、こめかみ、標準作って銃をバキュン、回して右ぐるん、左ぐるん、右手
左手バキューン、カバーン、よっしゃ、そんな感じですね。サビは OK っていう感じなんで、覚えてくれた？で、あとね、ボーカルソロがあるんだけど、そこの最後でこうか、飛べ、飛べじゃん、開く感じ、開く、ドアを開く感じ、パーン、タンタンタンタタン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 。じゃあこの後に流れるビデオを見てもらえたらと思います。いきますか、いきますか、ポジションに戻って、おおい、おではミュージックスタートしてる。
ってな感じが、えい、このハロウィンパーティーという曲の振り付けなんですよ。いや、ハロウィンパーティー1曲でしょ、これすごいね、ライブ1本で勝利するこれ。めっちゃ頑張ったな。いや、ほんとこれやばい。ちょっと、ね、でもこれみんな揃ったらかっこいいな。覚えられるもんならやべ、覚えてみろ。トラッコやべんじゃねみたいな。アベンジャートラッコみたいな。やばいわ、うん、やばいな。ないわ、やばいやんな。どこの国やねん。はい、てな感じでね、みんな揃ってやったらもちかっこいいんで、はい、ライブでね、やっていきましょう。以上、トラストの直哉と何よでした。ありがとうございます。